おい、フィデル、なんだ、またどっか行くのか。ああ、ちょっとオートまで行ってくる。一人だからって修行をサボっちゃダメですよ。来たな、準備はいいか。オッケーですよ、行きましょうよ。マサさんや花さんは一緒じゃないんですか。彼らは先発した。その子が今どこ行こうとした。大丈夫だよ、一緒にオートまで行くんだ。こっちも出発だ。フィデル、ミキ、気をつけていけよ。ああ。おお、住民たちが集まってきたね。任せとけって。老人が何か言ってるぞ。全く耳に入ってこねえや。よっしゃ、行こうか。あ、行けないぞ。行ってきます。あっち言っていようよ。行ってきます。みんな帰って行ってるし。見送れや。冷たい奴らだな。行ってきますと同時にお前らが帰ってどうすんだよ。はい、ビクトルが仲間になったね。よっしゃ行こう。冷たい住人だ、本当に。ひどすぎるよ。城に行こう。ブルネイ殿の居場所もそこでわかるだろう。オッケー。どけどけどけー。ガキンチョどけー。すんごいスピードで行くぜ。城はこの真正面だよね。合ってる合ってる。あ、猫がいる。すんごい警戒してる。ぐるるるる言うとる。恐ろしいね。怖いね。ビクトル、遅かったな。貫通するな。モンストか。詳細な報告は後ほど。我々ももう行かねばならない。お前も早く期待しろ。大隊長殿はどちらへ。前線だ。国境が突破されたのだ。まさか。トレクール軍が国境を越えてソルトビューまで迫っている。ここが生命線だ。今戦力をソルトビューに集中させている。それで大隊長殿もこんなに早く。私だけではない。すでにダリル殿やランドックの術師殿もソルトビューに向かわれている。ブルネリ殿も。自分もすぐに前線に向かいます。うん、急げよ。聞いての通り、ブルネリ殿はここにはいない。本来前線に君たちを連れて行くことなどできないが。自分たちの身は自分たちで守ります。いいだろう。よし、行こう。行くの？ちょっと待てよ。まあ武器とかいろいろ買い揃えてた方がいいよね。強い武器起こしやがれ。いろいろ、おお、めちゃくちゃあるね。どれやろうかな。お金はたんまりありますから、ファルシオン、これいいんじゃない？強いしね。フィデル買っとこう。はい、購入。で、装備。イエース。で、クレッセントロッド。これもいいね。ミキの装備だな。はい、オッケー。ほんで、ビクトルもいい武器買っておかないとね。パラッシュ。おー、いいじゃない。はい、ゴー。じゃ、武器はこれでいいとして、次、防具買おうかな、防具。いろいろとあるね。レーザーアーマー。これいいんじゃない？チェインメール。はい。これをフィデルに購入だ。あ、お金がなくなってきたな。で、はい、装備。イエス。ほんで、チェインメールもう一つこうとこう。で、ビクトルね、つけておかないと。はい、ビクトルさん強くなって。イエス。レスリア平原出てきた。どこ行けばいいんだ。あー、マップの端にありますね、奥。あそこだ、結構遠いな。行こう行こう行こう。まあ、でも、レベルも結構上がってきてるんでね、この辺の野生の敵ならばやられることはない。ちょっと採取ポイントあるんで、採取。よこせー、レッツゴー。あ、なんか色ちっちゃいの。なんだこれ、かわいいな。これ敵なの？あ、これ敵なんだ。一応敵だね。わ、攻撃力結構上がってるよ。やっぱ武器買って正解だね。えい、300も食らうぜ。よっしゃ。終われ。イエス、一匹倒した。次お前。ごめんね、完全ビンチしてるようにしか見えねえや。フィニッシュ。うん、やっぱ簡単だ。武器購入したことによってさらに強くなった。誰も俺を止めることはできない。すんごいパーティーだよ。このままもうストーリーのラスボス倒しに行ってもいいと思うんだけどね。気合は十分。えいゆー。
このまままっすぐだね。敵全然いねえな、こんな広いのに。こんな広大な大地が広がってるのに敵がいないっていうのもちょっと悲しいね。普通いるんだけどね。あ、いたいたいた。なんだあれ、強そうだな。まあでも勝てるでしょ。うん、リザードコマンダーだ。あの、ののののの、何しとんねん、何切ってきとんねん。踊れは許さん。なんでなんでフィデル狙いやめて。徹底的なフィデル狙いだ。エース、ナイス、おう、フィニッシュ。おお、ロングソード手に入れたよ。あー、こうやって野生の敵、野生の敵って言い方は分かんないけど、敵を倒すと装備品も落ちるんだね。オッケーオッケー。あれ、もうこれ登れなくないねえ、こっちから行けない。 What? どうやって行くんだ。ああ、中央レスリア、またあの町から出てくるんだね。ここ登れねえや、嘘だろ、悲しい。ここまで来たのに中央レスリアの別出入り口から出て、あっち側行かないと、この平原の方から行っちゃいけないんだ。あの段差も登れないっていう、ちょっとね、なんていうの、そのゲームのシステムへの不満。登れよっていうね、剣振り回しとるやつがなんであの段差も登れねえんだっていう、ツッコミをしちゃうっていうね、毎回。あれくらい登ってほしい。てっきりこっちから行けると思ったらね、あそこ。あー、なんかよく見たらなんか線入ってるね。気づくわけないよね。俺みたいな間違いを犯した人多分いると思うよ。こっちから行かないとね。うん。あー、合ってるね、合ってるね。こっち側から行かないと。クソみたいなボンミスはこれからもう犯さないようにしようと思う。犯したくて犯してるわけじゃないんだけどね。I get you。 おー、ブルーベリーね。まあ、大量に持ってますからね、回復アイテム。これ大事だよ。お、宝箱ある。なんなんなん、取り逃すとこだった。え、なに、急ぐぞ。嘘でしょ、わお、敵との戦いになるね、これ。先宝箱取らしてや。急に話しかけられたからびっくりした、これ。ここだ。同道するのはここまでだ。私は部下と合流する。ええ、ありがとうございました。戦場では何が起こるかわからん、気をつけろ。ええ、ご分を。ビクトル、グッバイ。オーマイガー、ここにいるのかな。ここは戦場だ、気をつけて進む。くっそ、3人になっちまった。え、なん、戦いになったね。 What? あ、そうか、もう敵いるんだね、これ。普通にこれ敵よし、このまま体型を維持し、トレクール軍殲滅に当たる。了解、了解、ダックス、敵の背後を取れ。了解、イエス、了解。どうだ、これ強いな、トレクール軍ね、兵士。まだ来てんのか。よし、フィニッシュ、終わった。ふう、ビクトルさん、仲間になってよ。いるね、戦ったりね。ブルネリ殿は残念ながらまだ制圧が終了したら我々も後を追う。わかりました、気をつけて。ああ、強い。痛い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 、強いぞこれ。よし、フィニッシュ。終わったけどさ、たくさん敵いるからこれ大変だね。これ見つけるのやばいよ。どこにいるの。マップには出てないね、どこにいるかは。探していかないとダメなんだ。あっ、オッケー。こっちじゃない、次こっちだな。わかった、見つけたね。わあわあ、痛い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 。
ちょっと待って、やられかけてるじゃん。 No 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 フィオルピンチ、オーマイガーブルーベリー、カモカモカモ、64しかないよ。あ、ノー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 。お、どういうこと？何なの？また敵の動き。これ過去一度にもありましたね。今が反撃のチャンスだ。終わらせよう。しゃ、ずる。卑怯だなこれ。報告。敵軍が撤退を開始しました。現在駐屯地の外で追撃を行っております。ビリア。戦線を離脱しましょう。ここじゃその子の容態も見れない。何なんだこの能力は。フィニッシュ、ちょっとずるさを感じるけどね。止まってる間に倒すっていう、まあストーリー上仕方のないことなんでね。ぶっ倒してやりましたよ。大体の経緯は分かった。今回が2度目なのね。そうです。2回ともリリアの力で命が救われています。呪因のようだったけど今は消えている。違うってこと。どうでしょう、思い当たることとかちょっとしたことでもいいんです。あんな呪因を私は知らない。あの術も見たことがない。そもそも呪因なのかどうかすら。そうですか。でも王立呪因研究所に一人当てがある。彼なら私より幅広い呪因の知識を持っているわ。フィオーレさん以上、すごい。会ってみる？はい、ぜひお願いします。じゃあ一緒に行こう。紹介しないといけないから。ちょっと待ってくれ。ソルトビューはまだ安定したとは言えない。ブルネリ殿に勝手に帰られては困ります。邪魔をする。どうぞ。ブルネリ殿をお呼びするつもりでたまたま話を聞いてしまった。まずは非礼をお詫びしよう。フィデル、お前その少女とブルネリ殿をランドック王国のサンテロールまでお連れしろ。おじさん。先生。その子の力が解明されればきっと今回の、いや今後の戦争をなくすことができる。それが叶うなら一時の苦境など安いもの。いいのですか先生。今回の戦闘も結局その子の力で勝ったのだ。国王には私から報告しておく。ご好意、ありがたくお受けするわ。ではフィデル、ブルネリ殿をきっちりお送りするんだぞ。わかった。私はここに残る。機会があったらまた会おう。いろいろお世話になりました。ありがとうございました。ブルネリ殿もお気をつけて。その子の目が覚めるまで待って、私たちも出発しよう。すんげえ格好だな。戦場に来る格好じゃないでしょ。あれどう見てもエロすぎるわ。興奮しかしねえよ。私はリリアを置いていなくなったりしないよ。怖がらせてごめんね。目が覚めたみたいね。体調は問題ない？平気。そう。なら早速出発しよう。レスリアの東にあるの。王立順位研究所は首都のサンテロールにあるわ。ソルトビューからだと中央レスリアからミードックを経由してロンド川を越えていくのが一般的ね。どうかしました？いろいろ疑問が出てきた。どうなっているのか気になる。リリアの住人のことです。そう、君の私に住人と呼ばれる入れ込みのようなものに体が関わる。これは子供の成長しないようなそうなんですか。例外がないとも。でけえこいつ。
2回とも倒れてしまったということは、彼女の体にそれだけの負担のかかる強力な術であることを意味している。やっぱり私の理解を超えている。もう一つ常に見えているはずの樹印が、彼女の場合術が発動するときにしか見えない。それ私も気になってました。君も術師だものね。こんな気持ちになるの久しぶり。かなり日が暮れてしまいましたね。ロンド川を越えた先は山よ。子供にはちょっときついかも。私も結構クタクタです。緊急事態なわけでもないし、ミードックで一泊しよう。OK、 ミードック妄想つく、そろつくね。すぐそこだ。よっしゃ、えい、着いたよ。で、あ、なんかマーク出てるね。宿屋に行くのかな。おー、どこだどこだ、こっちか。どけどけどけ。さて休もう。お？そろそろ寝ようか。誰かが近づいてきている。はい。宿の者ですが、ちょっとよろしいでしょうか。複数いる。おかしい。明日にしてくれ。窓から逃げるんだ。早く。気づかれたぞ。蹴破れ。わお。なんだこれ、フィデル優秀すぎるね。逃げたぞ。おい、わお、何としても捕まえろ。確認してる余裕はない。とにかく逃げよう。逃走中始まるねこれ。逃げろ逃げろ、全力で行こう。オーマイガー、なんか来とるし。これ使っていたのと同じ武器だ。恐ろしい。どこまで逃げればいいんだ。マークとか出てる。あ、出てるね。どっちだどっちだ。こちらこちら、一直線に走れ。ハンターが追いかけてくるぞ。逃走中開始。フィデルに、あいつらの格好、最初にリリアに会った時の鉄の塊の中にいた。よしゃ、山脈。あ、サンテローテあるね。このままサンテローテ向かうのか。宿屋で一服したかったんだけどな。これ体力回復できてないよなこれ。あ、できてんのか。よかったよかったよかった。休む暇あったんだ。全然休めてないような気がするけどね。まあ、そこはあまり突っ込まない方が良さげだ。のんどけ。今てめえらと対決してる場合じゃねえんだよ。ちょっと空気を読んでくれ。よし。よっしゃ、ナイス。早く行こう。おー、レベルアップありがたい。強くなってしまった。またね、ごめんね。 BGM が恐ろしい。あー、また敵か。おお、605も食らうのか。武器買い替えてよかったわ、ほんと。めっちゃ強いわ。はい、オッケー。よーし。遠いな、サンテローテまで。敵の気配が遠くなった。町の方を探して。おお、それは良かった。もうランドックだから。まだ逃げ切ったと安心できるわけじゃない。このままランドックに行くしかないな。リディア大丈夫かな。夜中の山道。平気。案内する。さあ行こう。OK、
ケツがエロすぎる。目の前歩くんじゃねえ、興奮してくるだろう。戦いどころじゃない。ケツを眺めるゲームになっちゃうね。めっちゃエロいんだ。ほんで次どっちだ？暗くてちょっと見えないな。次上に上がっていくんだな。こっちだ。全力で来い。行かないで、先陣切らないで。ケツを俺に見せつけないで。エロいから。また敵いるし。えい。あー、なんだこいつ。でけえな。ゴローニャみたいなやついるよ。こいつ初めて見るわ。ストーンゴーレムか。ほんとそのまんまだね。見た目から想像できる名前だ。見た目通りの名前だね。よし、倒した？あ、まだいる、なんか。めっちゃおんな。ちょっとセーブできてないからね、セーブポイントがなかったからね。これやられるとだいぶ最初から戻るんだよね。しばらくセーブできてないからね、これ。こんなとこでやられたらたまったもんじゃないよ。とりあえず、町に着くまでに敵が現れないことを俺は祈るよ。現れたらこれ最悪だ。ボス的なものがね。この辺にいるやつなら倒されることはほんとないと思う。レベルも高いですし、武器も購入したのでかなり強くなってるんでね。よし、よし、終わった。そんな心配しなくていいでしょ。服が汚れちゃったって。そんなエロい服着てるんだから汚れちゃってもいいんだよ。汚すためにそれ着てるんだろ。ちょっと待てよ、なんかバトルスキル覚えられないかな。今んとこ同じスキルしか使ってないからね。これパーティースキルだ。バトルスキル、あー、なんかあるじゃないですか。いいね、これ覚えさせていこうよ。はいはいはい。スキルアップ、イエース。ほんでミキはどうだ。おー、なんか覚えてる。アイ、アースグレイブ。いいね。エルルン。で、ファイアボルト。エス。で、パーティー、バトルスキル設定だな。これを装備していかないと。どうしようかな。これいいんじゃない？拳から練り上げた気候、気候を放つ。すごいね。ドラゴンボールの世界じゃないですか。これでいいでしょう。もう一つは、総破山。総破山で OK かな。ほんで、こっちね。よし。あー、待て。ミキのスキルもつけていかないとね。ミキはどっちともファイヤーボルトなんで、こっちを変えてアースグレイブにしようかな。対象の足元から岩の槍を、なんていうんだこれ、後期させるかな。ヒットした敵を打ち上げる効果あり。おー、いいね。よし、これで OK。じゃあ先に進もう。もうだいぶ近づいてきてるよな。あー、もうすぐそこだ。おっと、なんか来たぞ。嘘でしょ。そんな術知らない。ようやく見つけたぞ。リリアを置いていってもらおうか。お前たち何者だ。貴様らには関係ない。やべえ、これ。さっきも言ったけどさ、セーブしたのがだいぶ後だからね、これ。だいぶ前だからね。うわ、ゼロ。ノ、あかん。何してんの。なんだゼロって。無敵じゃねえか。ちょ、待って、回復。何これ。これ前戦った時も無敵期間あったんだよな。で、ある程度立つと攻撃が効くようになるんだよ。やられたし、みんなやられてるんですけど。ちょっと待って。こんなんあかん。全員やられてる。あ、ノ。あ、なんか来た。頼もしい。誰だ。あ、これで攻撃できるようになった。シールド装置、そのもん使ってたんだね。ノノ、それでもあかん。死ぬ。あかん。あっち行け。やばい、死ぬ。回復系の呪文プリーズ。みんなやられてるし。ブルーベリー。オッケー、レッツゴー。
やめてほしいわ。ねえ、オートセーブ付きじゃないゲームでこんな無敵とかやめて。要するにあのキャラクターが来るまで全部やられてアウトってことだからね。あの無敵期間攻撃してもしゃあないから逃げ回ることが一番だよ。えい、お、来たね。愚かなる者たち、現世の断りをその身に宿せ。いけ、ドカーン。まずい、いろいろとやられてるよ。あー、どうしよう、フレッシュステージ使うか。はい、オッケー、よみがえれ。フィデル死んじゃダメ。アイテム早く使わせて、回復したいのよ。まだ使えない。すぐ倒そう。めっちゃ苦戦しとるぞ。あー、まずい、フィデルしかいない、パーティーメンバーも。これフィデルやれたら終わりだろうね。そういうことだよね。あとは頼んだよお前ら、なんかよくわからない人たち、助っ人外国人的な人たち、お願いしますよ。こいつもまた勝てないな、この敵も。おお、いいぞ。うっとしい、後ろから金じゃねえ。あ、ノンノン、逃げないと逃げないと逃げないと、危ない危ない危ない、ピンチすぎる。いや、最初にもういろいろやられたのがまずかったわ。えい、来んじゃねえ、来んじゃねえ、来んじゃねえ。動き止めてくれ、そいつ回復できん。はい、倒して。来んじゃね、来んじゃね、やばいぞ。一発でも当たったアウトだ、これ。よしよしよし。危ない。まず NPC もピンチってるじゃないか。早く倒せ。お前らがピンチになってどうするんだよ。あかんあかんあかん、逃げないと逃げないと逃げないと。ノー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 。お前らがピンチになってどうするのよ。ミキ蘇って、ミキ蘇ってくれたら回復できる。早く早く早く、後ろ来とんねん。ヒーリングかも、ヒーリング、ナイス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 、回復、素晴らしい。頑張りますよ、言われなくても。死んだらすんごい最初からやり直しになるぞ。はい、行こう。結局助っ人 NPC やられてるし。よし、一匹倒した。あとはこいつだけ。1点になればだいぶ楽だ。いいぞ。おお、強いね。アースグレイブ、先覚えた技だね。あと半分。シールド装置がなくなったけど、めっちゃ強いじゃんね、こいつ。あとはもうリンチですよ、女も。連続ヒットがどこまでも続くで、66、69、70いこう。えい、100いこうよ、このまま。100いく前にでもやら死ぬかな。ああ、これもう倒しちゃったね。はい、終わった。あっぶね、ほんとレベルアップだけどもよ。なんなのこのキャラクターは。ほんで一体やられてるし、助っ人 NPC やられんなよ、かっこ悪い。本当に助かりました、ありがとうございます。礼には及ばない。それより頼みがあるんだが、できれば君たちと同行したいんだ。お嬢ちゃん、そんな表情をしたら可愛いお顔が大な。私たちは
怪しいものじゃありません。私はアンヌ、彼はエマーソン。そうそう、怪しいものじゃないからぜひ同行を。艦長、エマーソン、無理やりは良くないでしょ。そうだな、説明せずに自分も連れて行けと言っても信用できないよな。話は簡単なんだ、君たちと同じなんだよ。同じ？どういうことですか？我々もさっきの奴らに追われているんだ。追われている？ミードックで騒ぎがあっただろう。あれで俺たちも逃げてきたら、この騒ぎを見つけたってわけさ。それで助けてくれたんですか？美人二人に可愛いおちびちゃんが一人。考えるまでもなく、どっちが善人かはっきりわかるだろう。ありがとう。どういたしまして。わかりました、一緒に行きましょう。そう来なくちゃ。よろしくお願いします。えい、これ仲間になってくれたね。あまり信用できないけど。 OK、 じゃあ今回の実況はこれにて終わりにしたいと思います。いや本当に危なかった、ここでやられてたら。いや、わかったね。次回の時期はこの続きから始めていきますからね。とりあえずサンテローテの方に向かっていきたいと思います。あ、よく見たらこれ、あれだね。下にセーブポイントあるんじゃねえか？あるよね、これ。ちょっと下向かってみよう。一つ見落としてたけど、そうだよね、この下あるの。いや、ありがたいわ。ちゃんとマップ見ていかないとね。じゃないと、俺みたいなやつがセーブせずにやられてブチ切れるんだ。あれ？めっちゃ強そうなんいる。嘘でしょ？この下にセーブポイントらしきものがあると思うんだけど、めっちゃ強そうなのいる。ノー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 、戦いはノーノーノー、戦いはノーノーノー、戦いはノーノーノー。逃げるよね、全力で逃げるよね。あ、ここにセーブポイントありましたね。お、なんだこれ、すごい光ってるもんあるけど。あ、回復か。あ、回復もあるんだね。あ、いいね、いいね、本当に。ありがたいね、こんなの。こんなのここに設置しておいてくれたんだ。ほんと、感謝しかないね。オッケー、じゃあ次回はこの続きから始めていきますのでね。見てくださった皆さんありがとうございました。グッバイ、また会いましょう。